ね、待って待ってリップが置いてあるはずなんですよでもリップがね全然ないどこどこ私のリップ私はそのリップが生きていけないんですえ待って待って足つりそうすごいにやかですけど今日は何分までやろうかなでも今日は45分ですね最高で何分何分で待って本当に足つるちょっと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  ちょっとちょっとちょっとやばいので加工マックスにしてリップを取っていきたいななんでリップないのってかまさか今日見てるかな私あらかゆい、まあ、まさかいないんだけど、まあ、まさか今日いないんですけどもしもまさかが見てたら中坂が今日があの出かけに持ってったバッグ持ってきてそれかメイクポーチ持ってきて <laughs> メイクポーチがいいなできたらなんかねへこみんでますなんか <laughs> ゴンってなってますお主は高さどのくらいじゃお主同じかでもお主もなんか傾いとるないや違うんですよなんかもともと置いているところがなんか傾いてるからなんか本当に口が こうやって配信するしかんえ何見てんだろういや私のショールーム見てるわ絶対でもなんかだいぶラグいですねあっち <laughs> はや持って聞いてほしいんやけど ピンだよ実はなんかもうなんかメイクするのがメイクするのは楽しいんですけどなんかメイクを落とすのがありえないくらいねめんどくさいし長いも肌休業期間髪の毛はね今から結ぶので髪型はまだないですこれ届くのでは メイクポーチ持ってきてるー何見てんだろうねなんかさ最近さずっと YouTube 見てるからさ正直、ね、何見てるか分かんないあみんな聞いてくださいハゲちゃんがね大富豪入れたんだってお前何だやってるんだろう聞いとかなきゃなんかなんか9時くらいしかないんですよでもその時間絶対塾とかじゃん おば坂はまだ帰ってきていないあ明日かなもうちょっとしたら帰ってくるらしいです悲しいなんか加工強すぎて逆にキモいなこんなもんオバウールだよ 今日はオーバーオールのスカートです。で、今日はね、右目がね、故障してます。右目が。右目がね、やばいんですよ。なんか、それまぶたが重いし。ブルブルブルって。なる。わ <laughs> かんないと思うんですけど。まあ、そんな感じです。はい。 青レンにはいないいなと思います家にそういうところのあれがないからねまだ買ってないんですはって感じなんですけど本当に今日右目で調子悪いどうして自分で撮ってくるかなえー、秒で帰ってくるのでしばらくなんかなんかないかな私の代わりに喋ってくれそうな人 ずいなどうやっら置こうかな私の代わりに食べってくれそうな人を用意していますもうちょっと高さが欲しいなあ全然高さないね私はねしゃべりますめっちゃもうなんかさ だから情緒不安定とかじゃないんですよただねだかテンションがおかしいんです、うん、じゃあ行ってきますバイバイ。 かさささしの方は100%好きじゃないですティッシュと箱しか置いてないただいま モリモリメイクをお教えしたいいと思います最近はマスクをして外出しなきゃいけないからなかなか漏れませんよねはいリップだってさ私の家平面だから <laughs> 2階とかないからさそんな大移動しなくてもいいんです廊下を歩くだけ。 リップは全くあった。何のリップがいいかな。最近欲しいな、ブラウンのリップが欲しい。どれもいいんだよな。どれがいいかな。とか言いながらさ、お気に入りのリップがさ。なんか二本しかないんだけど。なんで、なんで、なんで、なんで二本しかないの。 どっちがいいですかピンクにしようかな そうですし今目元だけ頑張ればいい時代です残念ながら目元頑張りたいのにビューラーがないから頑張れない <laughs> はいということでビューラーがなくても目元で頑張るためにはこのもなんかアイシャドウで色が透明だったのに全然透明じゃなくなったマスカラを塗りますこれはなんかねめっちゃ上がるらしいですなんか学校の 学校にしていってもうバレないでしょみたいな書いてあったうん多分バレないと思うだって本当に透明でだからね全然ねバレないと思いますタバカンが出るんだって知らんけどわかりますか た、まあ、確かにこれを塗ったほうがベラどこ行ったのたぶんねなんかなんかレッスンとかするときにメイクをしたほうがいいのかしなくてもいいのか基本的にしないんですけど私はなんかで迷ってたぶん持ってったんだよねたぶんだからリュックの中に入ってる。 ラ新しいいいの買いたいんですよなんでかっていうとこの前でね壊れちゃってこのまぶたを全力で挟みました超痛かったですそう言われてみればわからないくらいの化粧だったら学校にしていってもバンバンバンって感じじゃんそれを中坂は目指してる学校にはしていってないけどね学校にしてったら問題でしょ これねもうなんか学校に行ってもなんか「えメイクしてんの?」みたいなえそれは痛いえめっちゃ痛かったんですよなんかもう全力で挟みました「イエーってなった <laughs> はいこれででまつ毛が、OK、ですあとはなんかまあ基本的に薄めの色だったら別にこ,のこういうところに塗ってもバレないのでこういう白を塗るのもさこんなん塗るくらいださしなくてもよくねって思うよねぶち上げ 茶色とかガンガン塗らないとさ、基本的に変わらないから私の顔、なんか。涙袋製造機。え、めっちゃすごくない、涙袋なんかできたんだけど。なんか私はキラキラとか、あんまり。載せないタイプです。 鏡見てないからさショールームだけでさどんくらいの濃さか全然わかんないのでも結構塗っちゃったでもこの辺ならバレないあ注意学校にはして」ってないからねあとはまわ、あ、しっていうならこのなんていうんですかまつ毛の間をアイラインで埋めるみたいなとかいいらしいです まあ中作のアイラインう絶望するくらいカスカスなんですよ今 <laughs> まあないだけなんですけど買わなきゃ買わなきゃと思ってて見せてくださいねわ <laughs> かりますかえっみたいなまあまあまあ出るけどみたいな全然出ないから これめっちゃにじめにじ強いですアイラインはね,ねインクが出たらその難くないんですけど私のインク出ないからこうやってやってもなんかつかないみたいな私毛先だけしかつかないですよ毛先今インクがないから出ないみたいな悲しい現象ですあとはこういうのを使うと下地にいいですよこれは なんかこっちだと肌の色をがっつり変えちゃうんですけどこれはあの見ていただいたら分かるんですけど何色って言ったらいいんですかねちょっと出しすぎちゃったんですけどピンクとか紫っぽい色だからこうやってね塗ってもなんかそんなに肌の色変わらないしいいですねあのカバー感みたいなも出ないからおすすめです。 って皆さんに言っても,も皆さんお、OK、気を振る人人し少ないと思うんですけどこれは本当にねでも赤坂さんはなんこれを使っても色が白くなれないくらい暗いから赤坂メイク今30分くらいかかるリアルでやるであのモタンは元がいいからいいんです4分でも。 今はすっぴんだけどほぼ今はだって涙袋とこのあなんかゴミがついてますけどあのあれしかやってないしあとリップリップは本当に必要です髪染めたい髪めっちゃ染めたいそうなんか将来何色にしたいかみたいな話をこの前ね誰かとしてたんですよ私は絶対に青色にしたい とか調子のこういったことを言いましたこれどうですか肌の色がちょっと明るくなった気がしませんかそういうのをまあこれは果たす色を白くするクリームですなんかねこういうの塗ると首との色が変わってしまうので首とかにもこうやってこうやって塗った方がいいんですよ髪染めるならねそうですねおばあちゃんになったら染めたい 白髪では過ごしたくないのでお家になったら青色に染めたいと思いますインスタに衣装の写真とか載せてほしいない私衣装で自撮りすることがほぼないんですよ <laughs> だから載せたくても載せられなくてなんかさ基本的にさ昔画質悪かったからさ写真自体撮らなかったのねだからさそういう写真もさ何て言うんですか載せれないの分かりますか 絶望的に画質悪い頃の写花火ん,んかせっかくの千リさんとの通称とかめっちゃ画質悪くてだからおばあちゃんになったらブリーチしなくても白じゃんだからそっから青にするんですよ内側だけああインナーカラー的な確かに黒に黒 青は似合いだからこういう前髪に青色とかを入れたい <laughs> とか調子のこいったことを言ってみる恋の根拠はなんか短すぎるんですよ私の、ね、人だね見ていただければ分かるんですけどなんか私だけなんかワカメちゃんみたいになってますハイライトは中桜は持ってないのでこの,あのアイシャドウの。 この色をたまに鼻にこうやってね入れるんですよ。さここにツヤができるんです、ね、そしたらなんかいい感じに高く見えるんです。鼻がわかりますか？わかりますか？わかりますか？うん、鼻低いから。はいはい。並うと平面になるんです。見ててください。 こんな感じです中坂はでもそんなメイクにあまりこだわってないからこんだけだったら別に学校でもバレないんだね注意本当にしてってないからこれくらいしかしてないですね薬用ウォーターリップウォーターリップじゃなくて DHC のリップを使ってんですよ学校ではこれはメイク用です なんでおばあちゃんって青とか紫に染めるのかねいや中坂ぐらいですよ多分染めるの <laughs> こう池田にもらったグロスなんかねいらないからあげるってやりたんですけど中坂さんグロス好きじゃないからつけないっていう悲しい現実 <laughs> 中坂の30分はまずこれを塗るパウダー今ないからこれしかパフしかないからこれをする聞いてください新しいの買ったの1日で終わりました その次にあのたまーにコンシーラーをしますコンシーラーはなんか中坂肌は黒いのに明るいの買ってしまったの後悔全然肌の色に合ってる <laughs> こんな紹介しても面白くないの、ね、あとエシャドウしてあそうこれを使うんですよこうやってパウダーをパパパパってやるんです スグロスはあの唇プルプルにするやつですなんかねーそうなんすよねグロスは、うん、これでいいやこれグロスなんですけどこういうのを塗るとまあ、あんまわかんないかんへない表力だとこれもね量がないからねあんまり えなんですけど、わかりますか。これはね、よく見るとわかりますから、雨が入ってるんですよ。だから唇のプルッっていうこの立体感を出すみたいな感じです。同期でメイクが上手だなってキミちゃんとか川島はもうめっちゃ上手だなって思います。 ののお気に入りのグロスはこれなんかこのグロスは結構サラサラしてさっき使ったねこれはすごいサラサラしてるグロスでなんかうんなんか唇になんか乗っかってるだけみたいな感じの感触っていうんですか何でしょう中坂のお気に入りのグロスはなんかもう唇にまとわりついて離れないみたいな <laughs> ちょっと言い方気持ち悪いかもしれないですけどこれもグロスです。 基本的にこの形は全部付録 <laughs> なんか私はグラスが嫌いなのでこれを塗るじゃんこれもめっちゃ塗るのそしたらツヤツヤになるじゃんわかりますかみんな大好きメンソレータも塗るじゃんそしたらツヤツヤになるじゃないですか自然にその上にこういうリップを塗っけるとなんかツヤツヤになりますこれはめっちゃマットだからマットっていうまあ 振るってしないからあんまりあれだけどえねえこれをさちょっとさ何見せられないんですけどんーここがすっごいことになってるんですよ体育で何いや体育館でなんか野球やってたんですよそしたらなんかボールをフライフライで飛んできたから取ろうとしたら近くに女の子がいたから私取るよって言ったんですけど <laughs> なん,か全然なんか動いてくれなかったのに中坂さんがその子を避けながら撮ろうとしたらなんか無理やりやりすぎて <laughs> 体育館の床で足をズルって吸ったんですよもうその時はまあ吸っただけだから痛いけどまあ大丈夫やろって思ってお風呂に入ったらなんかすっごい色になってたんですよ何て言うんですかなんかハロウィンかなみたいな色 <laughs> やばくね自分でもやばって思いましたまあまあでもあんま気にしてないです なんかリアルにあそこに膝をぶつけたくらいの色ですえー、もうなんか嫌なんですよ傷をつくりたくないんですよなんかさ <laughs> あそう内出血みたいななんかさこうやって切ってさ出血させてあげたいみたいな色です青くなくてなんかもうねどちらかというと赤茶色みたいな色です悲しいけどまあまあって感じです あ、これをどうにかして消してみた消してみようまず肌が白くなるクリームを塗りたいと思いますあああんま色は変わりませんでした次にあの肌色になるやつを塗りたいと思いますこれ消す練習しときたいなあこれ結構消えますなんかだいぶ薄くなりました でもそれでも全然なんか視聴すごいです痛くないのいや痛いよバリバリ痛い次にあのクマととかかニキビとか消すすややつをやりますあその前にこれは肌の赤みを消してくれるやつなんですよ赤みだから肌がめっちゃ赤い時にそれを赤いからこう塗って薄くしていきたいと思います これはちょっと効果期待大やろ遊んでやがるこの人自分の足の傷で遊んでるんですけどえっんか全然でも全然ダメだああーでももうもうもう,もうだいぶ白くなったって白くなったかもしれない最後にこの肌色のコンシーラーで埋めます埋めますって言い方なやっぱコンシーラーは伸ばすといけないのでトントンとやっていきたいと思います

なんかそ,そ,そ,そこの傷の周りだけありえないくらいなんか肌が白いみたいになっておりますでもまあまあもし写真撮れそうだったら撮りますけどまあまあ,まあ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 って感じですねベタベタするんですけどまあ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 、まあ、<laughs> 見せられないんだよだって足が上がらないもんここまで。 まあ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 、まあ、そうですねあとはやっぱハロウィンの時期になってくるのでこういう赤いこれは赤じゃないしこれサーモンピンクでした失礼しました赤いリップね私ね持ってるんですけどこういう赤いリップを例えば今ちょっとこの後お出かけするからあまりやりたくないですけどなんか、まあ、腕ならいいかとこういうさしかめっちゃ赤いじゃんこれをさなんかさ血に見立ててさハロウィンメイクしてみたくない これねだいぶ広げるとピンクになっちゃうんですよ。はい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 。はあ。なんかぽい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 。長 <laughs> ちゃんにあげお菓子をあげないとどうなりますか。皆さんのお,めおしめんににを中坂もをしてることを伝えに行きます。どちらまでまあこの後お教えします。 ハロウィンメイクはしないですハロウィンナお出かけはするけど大したところにはいかないけどこれメイクとかも全然しないです今日だから涙袋を描いてまつ毛を上げてリップを塗っただけショールームで見せれる顔を作ろうみたいなところあります 中坂は焼き芋は好きですでも干し芋は好きじゃない中ちゃんってメイク道具どんなこれうどん買い持ってるのえめっちゃね持ってない <laughs> なんかなんか結構みんなこあのファンデーションとかしてないですけどファンデーション使わないしそうなんか肌に塗りたくるのが痛いんですよこうやって。 なんか肌をこするじゃんメイクするのっかさが肌をこするとすごいダメなんですよだからダメですいや下地の上にもう一個塗るんですこれは化粧下地なんですけどもう一個この上に塗るんですよファンデーションっていう、まあ、肌の色とかねまたじゃあ今度メイク動画しますメイク配信しますね ちょっと今日は全然めくどこれみっちゃんがくれたアイシャドウいや中指が痛そうと思ったら薬指も痛そうこれめっちゃねすごいんですよ何がすごいかって伝わるかわからないんですけどいきますよ見ててくださいねすごい私の手赤見ててくださいねど,どどこに塗ったら分かりますかこの辺か まあまあまあ分か,る分からないと思うんですけどなんかキラキラしますめっちゃ<笑><笑>でもねめっちゃキラキラするんですよまあ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 多分今度つけたら見せるのでその時に見てくださいめっちゃびっくりするくらいキラキラしてこれもらった日のこれもらったのが。 あのー、オンラインお話し会の時だったんですけどこのオンラインお話し会の時から使ってますこれもね有能ブラシですなんか中坂さんあのー、なんていうんですかあれ終わってしまったのでパウダーを高いんですよパウダー1個1000円もするのに1日で終わっちゃったから <laughs> でどうやって使ってるかっていうと ビニール袋の中の見て見て手がめっちゃ光ってる。わかりづらいな。加工を消そう。消しはできない。ああ、またブスが。わかる。手がキラキラしてるのわかる。これです。もう超キラキラするっていうことを伝えたい。 そうです2 5メートルで見えるかねまあ見てください皆さんなら見えます視力3.9くらいあるも見えますでねそれで1日で割ってしまったためどうやって使ってると思いますかって聞いてんですよなんどうやって使ってるかっていうと今ビニール袋に入れてその割れた粉を全部入れるんですよでこれをビニール袋の中に突っ込む こうやって粉をつける上にあげてちょっとはたいて肌に塗るみたいな <laughs> 視力零点四でメガネ、それはメガネかコンタクトを作った方がいいと思います。なんか一点五くらいあったらまあ見えるみたいな感じじゃね。 いや頭いいよなこうやってこうやってこうやって,こうやって使ってますメガネかけても目が悪い場合はまた31日まで時間があるのでぜひ買いに行ってください中 <laughs> 坂はなんと明日買いに行きますカラコンをさ買ったらさショールームでさつける配信するねなんか普通のコンタクトつける配信してもおもんなって思ったから どううってつけんだろうこういう感じそうめっちゃね聞いてるんです友達とかに「コンタクトってどうやってつけるの?」ってこんな感じかな目は触るんやででもなんか中坂さん普通に平気でゴミとか目に入った時に自分で手でペッて触っちゃうんですよ。 片手、上でもう片方で。あ、こういうことね。なるほどね。うん、こういうことね。おー。学んだ、学んだ。 なんかそのソフトがいいのかハードがいいのかワンデーがいいのかずっと使えるのがいいのかみたいなあるじゃん。中坂はもう断然ソフトでででワンデーががいいんすすよ <laughs> <laughs> 次ですありがとうございます私なんか質問返しをさやってたんですけどなんか全然答えられてなくて申し訳ないので今日の夜まとめて書いて明日の明日あげます。 メガネも明日買いに行きたいなそうハードの方が楽なんですけどハードってあの劇場とかで使ったりすると手に顔が当たった時に割れてしまう可能性があるってみんなに言われたのであのソフトをソフトメガネはなんか丸縁の丸の 細がい,いけどメガネが絶望的に似合わんのですよだからどうしようって思ってます割れるというああねそう落ちそうらしいよねねえんかままさかに聞いたけどまさかはなんかその中のハードしか使ったことがないって言ってましたへえって。 四角いフレームが好きでもなんか今持ってる眼鏡が絶望的に伊達なんですけど似合わないからそまだ目がいい頃に買ったのなんかそれかけて栄とか行ったりしてたでもなんかなんか生きてんなって思ってやめた。 私ールームをしていたいところですがもうそろ終わらないと多分時間がやばいので終わり終わりエンディングに行きたいと思います。ンするということで今日もエンディング。かずりせんこうブーブーさんだるまとハート風船ワンワンさんかわいいシャーさんばバンケロケロッピさんハートあじさんにゃんにゃんさんハート。 ビキニさあきの三種盛りシュルルルルーさんだるまえひこぼしさん黄色のだるまシュルルルーさんお花とお花あじさいにゃんにゃんさんだるまあじさいにゃんにゃんさあきの三種盛りとペロペロキャンディと可愛いとドトイトおはなたばとフラシキとハートひこぼしさんハートシュルルルルーさんペロペロキャンディーわかめさん可愛いラスカルさんペロペロキャンディクロミちゃんさん可愛い可愛い可愛いシュルルルーさん可愛いありがとうございますいやみんな嬉しいですね めっちゃもでもき、明日は、なんか今日も、なんか最近、ゆっくりできてなかったので、明日はもう2時間ぐらいやっちゃおうかなとか思ってます。そうですね、やっぱ7時くらいから始めて。明日、あれですよね、研究生のリバイバルがありますよね。そうです私たち、私たちとか言っちゃダメですね。急き研究生が、研究生として青春ガールズ公演に出てるのが、えー、見れるのが、もうなんか最後だと思うので、あの、ぜひ、皆さん、 DMM リバイバルで多分明日青が配信されると思うので明日か明後日か分からないけどぜひ見てくださいでも長坂出てません草草の二乗 <laughs> 今日の中身73位はなんて読むんてだろう12周年のアバターのふんふんふんフんさんあ,ありがとうございます イエーイリバイ,イバルっていうかさされますよね確か初日をみたいな中坂結局さ6人になってから1回しか青が出られなかったんですけどめっちゃ悲しいんだけどなんでなん私青が6人のところ散歩時くらい覚えた気がする <laughs> 気がするだけですね2時から読みたいと思います いきますせーのうきさんくまさんいひんさんぴよぴよさんびきにぶたさんかキンさんケロケロピさんありがとうございますーそうですそうです配信限定声この1回目ということです13位 <laughs> さんあ,ありがとうございますわかめん12位 <laughs> さんあ,ありがとうございますがー 11位、さんあ,ありがとうございます。10位、ふさんあ,ありがとうございます。ピピーふゆっー。9位、さんあ,ありがとうございます。松村ブ8位、さんあ,ありがとうございます。かとりせブブー。7位、さんあ,ありがとうございます。かげろっこ !6 位、ふふさんあ,ありがとうございます。あじにゃにゃん。

う <laughs> ん、うん、うん、うん、そうです。イエーイせーの、どうかな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 。黒海ちゃん、中坂なんだけど。ということで、皆さん、今日も配信をまず、か、さ、か、く、く、さ、く、さ。はい。ということで、皆さん、今日も配信を見ていただき、ありがとうございました。二千四百九人の皆さん、見に来てくださって、ありがとうございました。 コメントをしてくださった皆様星やギフトを投げてくださった皆様もありがとうございました。もしよければメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、そして Twitter と Instagram のフォローもよろしくお願いします。今日は大富豪はお休みです。明日は19時くらいから配信できたらいいなって思います。イエーイ。それでは次回の配信も。 見といてくださいよろしくお願いしますイエーイうふふふお疲れ様みんなも見てくれてありがとうございましたバイバイサンキューそれ <laughs> で,では終わりたいと思いますせーのバイちゃー今日はじゃあピーマンでバイバーイ